はい、皆さん、どうも、はじめましての人ははじめまして、和尚と申します。無料塾っていう企画をね、主催を、しております。まあ、簡単に僕のプロフィールを、お伝えしておくと、僕は今現在30歳です。皆さん、まあ、参加に該当する方よりは年上っていうことになりますね。で、まあ、インプロっていうものを、まあ、即興演劇ですね、今年で2年目かなぐらいやっていて、まあ、もともと脚本演劇の出身で、まあ、今でもたまに舞台立ったりだとか、してるんですけども、まあ、脚本はまあ15年ぐらいになるのかな。まあ、ミュージカルだとか、まあ、英語の劇舞台だとかっていうのをまあ経験して、で、まあ、今に至ると。で、まあ、その間にこう、なんていうんですかね、こう、まあ、いろんなところ、国に飛んで、そのインプロだったり、クラウンだったり、マスクだったりっていうのは、そのいろんなその海外の、素晴らしい、その、まあ、演技だったり、舞台表現のテクニックとかを、こう、学んで、まあ、日本でもたくさん、勉強はしましたけども、それらを、まあ、使って、まあ、活かして、まあ、今はその指導したりだとか、まあ、もちろんパフォーマンスしたりだとかっていうことをもやってるんですけど、そういった形で活動を、してます。でですね、今回、その無料塾っていう、企画をね、立ち上げることになったんですけども、まあ、今年の9月からですね、まあ、4ヶ月間ぐらいかけてっていうことになると思います。まあ、100時間っていう時間を、まあ、稽古時間に割り振っていって、全100時間消費して、俳優としての訓練をやっていこうっていう、まあ、そういう企画なので、まあ、大体普通に考えたら4ヶ月ぐらいかかるかなっていう感じです。週2ぐらいのペースでやっていったとして。で、まあ、もちろんもうちょっとかかっても全然いいんですけども、とにかく100時間かけて、俳優修行していくみたいなことですね。で、まあ、これをやることになった云々かんぬんみたいなこととかは、まあ、別に話さなくていいかなっていうふうに思うんですけども、まあ、一つあるとすれば、まあ、僕が、その、あとどれだけその日本に入れるかわからないっていうことがありまして、まあ、近いうちにね、僕は海外に飛ぼうと、まあ、思っているっていうか、去年、一昨年そのつもりだったんですけど、コロナで行けずじまいっていう感じになってしまったので、まあ、いつかは海外行ってやろうっていうふうに思ってるんですけど、まあ、それが、理由の一つね。まあ、なんで、何かこう、若い人とか、その演劇やりたいっていう人たちのために、なんか少しでもなんかこう貢献できればなと思って、やってます。で、あと、まあ、書いてある通りのことをね、つらつら喋ることになるんですけど、まあ、僕、俳優として、その必要なこと、演劇で生きていくっていうか、そのプロフェッショナルとして、その大切なことって、まあ、情熱と、あと才能と2つあると思ってるんですよね。で、まあ、これらのどっちかがさえあれば、まあ、一応、なんつうんだろうな、十分条件みたいな。まあ、とりあえずこれはあってね、どっちかはあってくださいみたいな感じなんですけど、で、まあ、そういう人たくさん出会ってきたんだけども、今回は、まあ、せっかくだったら、両方兼ね揃えてる人に出会いたいなと思って、で、まあ僕も30に差し掛かって、ちょっとやる仕事の規模とかも大きくなってきたりとか、まあ、昨年僕は結婚して、まあ脚本家演出家の今夢子と結婚して、で、それも伴って、そのすごくたくさんの、可能性と才能のある人たちに出会ってきたんですよね。で、やっぱそういう人たちと出会うごとに、あ、やっぱなんかこういう人たちと一緒になんかものづくりしたいなとか、一緒になんか仕事したいなとか、何かできたらなとか、なんかこの人たちのことを応援したいなみたいなこと、すごい増えたんですよね。なので、まだまだね、そういう人たち、もう僕が知らない人たちとか、全然いるんじゃないかな、とか、思ったりしてるので、そういう人たちに出会いたいっていう個人的な思いも込めて、この企画をやることにしました。で、まあ、無料でやります。まあ、それは当たり前なんですけども、まあ、稽古場代とか別にかかんないし、交通費は、まあ、来てもらう時に、まあ、それは各々で使ってもらうしかないですけど、
あと必要なものは、まあ、逐一買ってもらうみたいな。例えば自分のその、演じるもので衣装が必要ってなったら、それはまあ、自分で用意してもらったりとかすることはあるんですけど、基本的には無料です。指導に関してとか、稽古に関してとか、あとゲスト講師も呼ぼうと思ってるんですよね。まあ僕の知ってる人とか今まで出会ってきた人たちの中で素晴らしい指導者の人、演出家の人、脚本家の人、たくさんいるんで、まあそういう人たちにも、見せたい。てか見せたいな、紹介したいなって思う人たちにも、やっぱ出会いたいし、なんかそこから結果的にね、その仕事が増えていくとか、より大きな仕事につながっていくってなったらもう万々歳だし、まあそういうことも惜しみなくやっていこうかなと思います。だからそういう人を呼ぶっていう風になっても、費用はかかりません。僕が全部負担します。で、やることなんですけども、主に4つあります。で、書いてあるんですけど、1つはインプロ。まあ僕がずっとやってきたことですね。で、僕がやるからインプロメインになるのかなって思うかもしれないですけど、実は別にそういうわけではない。別にインプロバイザーと呼ばれるその即興演劇の役者さんに皆さん別に全員がなるわけじゃないと思うので、まあそれは脇に置いとく。なので、そのインプロのパフォーマンスを高めていくっていうよりは、インプロを通して、まあ創造性だったり、自分の恐れだったり、自分の可能性だったりっていうところに、アプローチしていけて、いけたらなっていうふうに思ってます。で、二つ目は、モノローグですね。これは、まあ、僕の、友人に渋谷優っていう映画監督がいるんですけども、まあ彼、アメリカで演技を学んでいて、演技映画とかを学んでいて、でそこで、インプロとモノローグっていうのは、まあ、俳優の必須の、トレーニングなんだけど、日本人が、日本に来て仕事した時に日本人が誰一人としてそれを知らないと。ね、インプロの命も知らない、モノローグのもの字も知らないみたいなことに衝撃を受けたみたいなことを言ってたんですね。まあ、別にアメリカ市場主義で語るわけじゃないんですけど、でも、僕もその印象としてその、まあ、ヨーロッパ行ったりだとか、もちろんアメリカも行ったりしたんですけど、出会ってきた人とか、その指導者演出家の話を聞く限りでは、やっぱりインプロって言葉はやっぱ出てくるし、モノローグって言葉は当たり前のように出てくる。モノローグ、それぞれ、持ってるっしょみたいな前提でやっぱ話進められてとかするんで、なんだろう。世界標準というか、その、まあ、もっと世界はね、日本に比べて全然広いし、そういう感覚で言うと、やっぱそのモノローグをやってることとか、モノローグをどうやってやればいいか分かってるとか、モノローグを演じた経験があるっていうことは、まあ必須事項なんだなっていうふうに思ってます。まあ、なのでその作品作りとかもね、ぜひしたいと思うし、なんなら撮影とかしてね、なんかその自分の、なんつうんですか、その自分の潜在用とかに使うとかもありだなって思ってます。で、三つ目は、クラウンです。クラウンはまあインプロとちょっと近いんですけど、まあ、同系ですね。まあ、ヨーロッパだとクラウニングとか、割と有名だし、結構普通にやられたりとか、もうメジャーなものなんですけど、日本だと全然ね、あんま知られてないし、やったこともないみたいな人、ね、もういるかと思うんですけども、まあ、クラウンは大変なんですけど、まあ、でも、なんつうんだろうな、こう、一番その、自分の、こう本質的な部分に向き合わせてくれる、すごく実践的なワークだなっていうふうに思ってます。自分がこうひた隠しにしてる自分とか、その人に見せたくないけどすごく素敵な要素ってすごくたくさんあると思ってて、まあ人間ってそういう素敵な要素とか、みんなからいいねとか、こう愛されてる要素って隠して生きていっちゃうんだけども、でもそういう部分こそに、その人の可能性が眠ってると思ってるので、やっぱそういうものに出会うために、そのインプロじゃない、クラウンは、すごくいいエクササイズトレーニングだなと思うので、それを扱います。で、あとその流れでマスクも扱います。仮面ですね。仮面もいろんな種類ね、僕持ってるんですけども、それらをバランスよく扱っていって、まあ、みんなの いろんなこう面が見えるように、していけたらなっていうふうに思います。
非常に自信があります。この、企画に関して。誰を呼ぶかっていうリストアップも自分の中でしていて、まあ、まだ話は通してないんですけども、多分通りますよ。それにも、すごく自信を持っているし、もう確実にその来てくれた8人の人、まあ最大で8人の人には、後悔をさせない。まあ、まあ無料だしね、別に失敗してもいいかみたいなところあるかもしれないですけども、でも、人生を変えるぐらいの体験だったり、こんな自分に出会えたんだ、もっと自分こんなことできるんだっていういろんな可能性に、出会えるように、導いていけたらなっていうふうに思ってます。ね。ぜひ、興味を持った人は、ホームページ、サイトから、ぜひ申し込んでください。8月15日に締め切りです。それ以降の、申し込みは、受付しませんので、期限守ってね、ぜひ、申し込んでください。はい、お待ちしてます。では、以上、おしょうでした。ありがとうございました。